デショーン・スティーブンソンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州フレズの出身の下、プロバスケットボール選手。ポジションは、シューティングガード。身長196センチメートル、体重95キログラム。高卒選手の一人。高校は、ワシントン・ユニオン高校でプレーし、最終学年には30.4得点9.7、リバウンド6.2アシストの成績で、 パレード選出のオールアメリカファーストチームに選ばれた。2000年のマクドナルド高校オールスターゲームでは先発出場して25得点を挙げ、さらにスラムダンクコンテストでは優勝を果たした。大学には進学せず、高校卒業後は直接2001年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。しかし、 ドラフト直前の6月20日に未成年者への暴行疑惑で訴えられ、さらにドラフト当日には、高校のチームメイトらとの暴行に関与するなど、素行の悪さが目立ち、NBA 入りする前から、キャリアの危機に陥ったが、なんとか、ユタジャズから1巡目23位指名を受けて、NBA 入りを果たした。1年目の2001から02シーズン、高卒ルーキーだったスティーブンソンには、 多くの出場機会は与えられず、40試合の出場で平均2.2得点の成績に終わった。ジェフ・ホーナセックの引退以降空席状態となっていた SG のポジションを毎シーズン何人かの選手がそうそっていたが、03から04シーズンにはついにスティーブンソンが先発の座をダッシュする。それまでのキャリア平均を大幅に上回る11.4得点と、 好調のシーズンを送っていたが、シーズン中にトレードに出され、オーランドマジックに移籍した。04から05シーズンは怪我を抱えたこともあり、55試合の出場で平均7.8得点の成績だった。スティーブンソンは自分の出場時間に不満を持ち、チームに対してトレード要求を行ったが、翌シーズンには出場時間を回復。 成績も11.0得点と持ち直した。このシーズン終了後、スティーブンソンは、プレイヤーオプションを行使して、無制限のフリーエージェントとなり、再契約を望んだマジックの3年に1000万ドルの条件を蹴って、果敢に FA 市場へと売って出たが、どこからもオファーを受けることができず、結局ワシントン・ウィザーズと1年の、ベテラン最低保証額90万ドルで契約を結ぶ、ハメとなった。 ウィザーズでの1年目となった06から07シーズンも11.2得点と成績を維持し、オフには4年1500万ドルの契約を結ぶことに成功した。07から08シーズンのプレイオフではリーグ屈指のスーパースター、レブロン・ジェームズに対するスティーブンソンの挑発行為が話題となった。プレーオフ1回戦でレブロンのクリーブランド・キャバリアーズと対戦するスティーブンソンは レブロンを過大評価と言い放つと、レブロンはまるで JZ がソウルジャボーイのような若造の穂咲に付き合っているようなものだとコメント。シリーズはウィザーズが2連敗を喫するが、試合中もスティーブンソンは相手を挑発するような仕草を繰り返し、そしてワシントン DC で行われた第3戦は、レブロンに引き合いに出されたソウルジャボーイをコートサイドの席に座らせた上で、 キャバリアーズを破ってみせた。そこで JZ は自身の曲ブローザーホイッスルでスティーブンソンをバカにした。シリーズは結局ウィザーズの敗退で終わった。2010年2月13日、カロン・バトラー、ブレンダン・ヘイウッドと共にジョシュ・ハワード、ドリュー・グッテン・ラ・ K4 選手との3対4の交換トレードでダラス・マーベリックスへ移籍。 2011年の NBA ファイナルでのマイアミヒート戦では、前述のウィザーズ時代の騒動で因縁が深かった、レブロン・ジェームズとのマッチアップで奮闘し、マーベリックス初の NBA 優勝に貢献した。2011年12月23日、ニュージャージー・ネッツと2年間500万ドルで契約。2012年夏に、ジョー・ジョンソンとの大型トレードで、アトランタホークスに移籍。 2013年夏に自身のツイッターでマイアミヒートでのプレーを熱望する書き込みを行い、現役続行を望んだものの、以降は契約するチームがなくなり、2016年12月19日に引退を表明。現在はフロリダ州オーランドで理髪店を経営しているという、ありがとうございます。